次にトライさせてるようなミーティングだからな、やらないといけないっていう状況まで追い込んで、これミーティング出るな、分かる分かるそれ最強説だよね、みんなの理解が進んでんだもん。削りにもいけてないっすね。イニエスタが触った瞬間めっちゃ綺麗なグラウンダーなんですよ。イニエスタボールの質変えがちってことじゃん。タカから見たボス、選手のことをめっちゃ見てるなと思いますね。人間の部分とかを大事にしてる監督かなっていうのは思うんで、まあ、頑張ってれば使ってくれるし、情熱的、ブレがないんで、選手はついていきやすい監督。コミュニケーション取らないじゃん。はっきりしてていいなと思います。誰かとだけ取るとかあったりする監督もまあ全然いるじゃないですか。全く取らないんで、今年珍しいシーンがあって、ケイタに全然追いかけてたんです。たまにやるそういうのとか、声かけられた方っていうのは期待されてるやなとか、信頼されてるやなっていうのは感じ取りやすいと思うし、本当に大事な時にしかそういうことを発しない監督なんで、ミーティング以外は。ボスのさ、特徴ってサイドだと思うんだけど、ウィングとサイドバック、めちゃめちゃ特徴的だと思うんだけど、ボランチって何求められるの？とりあえず前向け、前にパスさせとか言われますね。難しいじゃん、前向くって、ボランチが。映像上見たら結構まあ前向きになってたみたいな思ってたりするんですけど、日常とかやっぱなかなか好きだったりする状況もあるんで、難しいですけど、やりがい感じて、自分の成長につながる感じかなっていうのは。じゃあ分かるわ。サイドのさ、選手とかにもさ、ミーティング中さ、言うじゃん。お前らここにいるんだよ、はい、みたいな。それ、はい、極論だよ。確かにそれいれば最強だよ。シーズンの終わりとかそうなってるもんね。あの落とし込み方すごいよな。俺はっと思ったもん。そんなとこ入れるはずねえじゃんみたいな。前を向くことを要求されてるとね。あとはやっぱ守備でもやっぱりボランチ動いてるんで、そういう運動量もかなり求められるチームかなとは思いますね。キーボー、どうなん？まあ、サッカー的なところで言うと、やってる選手も面白くて、見てる人たちも楽しくて、かつ結果も出す、共存させるって難しいことだと思うんですけど、それにチャレンジして結果も出したっていうところでは、力を持ってることは間違いないし、選手への接し方とか、自分の感情の出し方とか、どうアプローチしたらいいのかっていうのはすごい勉強にもなるし、人間的なところもすごい引きつける力がある人なのかなとは思います。キーボーもすげー幅広がったじゃん。今まで求められてこなかったことも新たな役割としてはあったと思うし、ポジション柄的にもすごい役割は攻守ともに多いとは思ってる。具体的にこれはやってくれって言われたことあるの？いや、あんまりないっすね。チームミーティングとかですり合わせみたいなのはありますけど、チームがうまくいくためにはどうしたらいいか、そっちの方が比重は大きい。いい塩梅を見つけるというか、攻守ともに勢いもあるサッカーですし、ハイテンポ、ハイインテンシティのサッカーなので、どう引き出せばいいのかっていうところはパワーの使いどころではあったかな。キーボーのいじられ方がすごいなと思って。あれは美味しいの？俺に求めないでほしいですけど、その答えは。ありがたいですけど、23番とかちょっと度が過ぎる。そこら辺の強度はコントロールしてほしいなっていう。まだシャワーの水がかけられてる。そこら辺の打診はスタッフにもしてますね。温度調節のところは俺に欲しい。本当の火傷しそうなぐらい熱い時あった。トップの人がさ、こうわーって驚かされたりとかさ、盗撮されたりとかしてるわけじゃん。他の人たちついていくと思うよ。特に俺が何かしたっていうのはあんまないと思う。いいですよ。異常でもあるんだこれ。キーボーから見てボスのサッカーは見てて楽しいし、やってる人たちも楽しい。やりがいもあるし、プロの世界でそういうサッカーと出会えるって少ないと思うんですよね。もちろん結果が評価されるっていうのも分かってるし、やってる選手も成長できてかつ楽しいという出会いできた。マリノスもそうだし、選手のみんなも恵まれてるなとは思います。ジュン君は絶対やんないから。ジュン全くやんないや。お前嫌いっすもん、俺キーボーのこと。嫌いって特で言えてる時点で嫌いじゃないから。6年間ぐらい言ってるんですけど。ジュン君本当に嫌いな人に絶対嫌いって言わないもん。大津どうなの？大津ボスのサッカー規律っすね。やっぱなんかサッカーの面もそうだし、サッカー外のところも人格者だなっていう方の方が勉強になるというか、ああいう風な接し方をすると自発的に動くとか、チームのメンバーの組み方とか全部こう重なり合ってすげえ良かったのかなっていう風に感じますけどね。規律だけじゃさ、あんな浸透しないじゃん。やっててこう選手がこう納得できるようなサッカーを提示してるところ、すげえ無茶なこととか言ってくるけど、トライした時に成功が生まれる喜びを選手に与えれる。だからこそ選手がそれをもう一回やってみたり、これやれなかったら言われるなとか、やらせることによって成功にこう導く。今までそういう監督いなくて、何か一つ全員の選手にこう向かわせてやらせる、これを納得させる力ってすごい難しいな。そのボスのやらせようとしてるサッカーの真髄って何なの？ミーティングの
能力が高い、9割無理だろっていうミーティングを選手にやらせる。だけどそれをなんかやった時には成功するから選手がこうやってみようかなっていう気持ちになる。大津とか海外も経験してるしさ、いろんな監督もチームも知ってるじゃん。俺もいろんなとこ知ってるけど、マリノスのミーティング一番なのですよね。ただのダメ出しじゃないっていうか、次にトライさせるようなミーティングだから、やらないといけないっていう状況まで追い込む。ダメ出しあんまなくない？ダメ出しっていうか、こう厳しく言うのは言う、でもそのダメ出しが結局できるかもっていうところに持ってく、っていうかやらなきゃダメだなって。真面目な選手すごく多くて、反発しない、無理だろうって言ったらもう無理だったと思うし、やろうって思う選手たちがすごくたくさんいたのかな。タカとかキーボーとかジュンとかもそうだけど、中心になる選手に向けてのアプローチの仕方とかが上手だったし、これとかチュン君とか上の選手もこうやろうよっていう方向に持ってき方、すごくチームとしてここ統一されてたのかなと思いますね。ゴールのための落とし込みだったじゃないですか。こういう風にしたら点取れるよっていう落とし込み方だから、それボランチも見たら、ここで前向いてパスできればゴールへの一番近くなるよとか、サイドのプレイヤーがポジション取っとけばゴール取れるよっていう感じじゃないですか。点取りたいし勝ちたいし楽しいし。すげえ面白いなと思ったのがさ、決定機がこの試合20個あったよ、だからお前ら20点取れるはずだよって言うじゃんマインドの持っていき方すごく良くない？結構ポジティブですよね。超ポジティブ。ペナルティエリア内に何回侵入させなかったとかさ、逆にうちらが入ったかとか、そういったのも全部数値化するのがすっげえなと思って。タイタンルートをたどれみたいな感じなの、うん、それが美しいサッカーに繋がってくる。パスサッカーをいっぱいやりたい監督ってすげえいて、この人面白いなってすごい出会ってきたけど、ゴールに結びついてないから回してていいのかとか、そういう風な結論になっちゃうんですよね。あ、こうやったらゴール取れるんだっていうのが分かるし、実際ゴール取れてるんで。ケータとかテルとかじゃない、もう直結してんのが。なんかミーティングで出てくるのサイドの選手ですもんね、修正されるの。サイドの選手と最後のフォワードの入り、ここだよっていう。だって試合中に思いますもん、これミーティング出るな。分かる分かるそれ最強説だよね。みんなの理解が進んでんだもんね。ディフェンスでここまで下がんなきゃ絶対言われるってね。やべ、あの時下がってなかったってなりますミーティングに出たくない感ありました、ね、自分のポジション動かされたくないからマジ嫌でした。何枚言ってないだけで誰かも聞くしとにかくボスはすげえな。イニエスタの凄さ、実際にやった？イニエスタはやっぱ木田さんに聞いたら多分分かると思いますけど。いや、全然怒んないですよね、バチバチ言っても。来たての時に一回アウェーで試合やって、がっつりマッチアップで、うまいけど、これ本気じゃないだろうなっていうのももちろんありましたけど、日本にも慣れてきてっていう時にやったらもう別人で、結構マッチアップしましたけど、一回も自分の間合いに持っていけなかったんですね。スカッとボールも取れないし、ボールも触れない間合いとか持ち方とか。来日した時は削れたけど、コンディション整ったら削りもできなかったっていう。削りにもいけてないですね。見られてますし、顔も上がってるし、選択肢もすごい多いんで、それすらもできない感じはありました。ゼロックスの時のやつえぐくなかった？最後アシストしたやつ、ちょちょみたいなやつ。何気ないワンタッチを入れてる。やばかった。あれやばいよね。一人ああいう選手がいるだけであんなにチーム変わんねやって感じでも、みんな伸び伸びできるじゃん。周りが簡単の一個一個の精度がやっぱめっちゃ高かったですね。ワンタッチパスとかの精度もやっぱえぐかった。トラップするだろうって思って追いついたらワンタッチでパンって弾かれてたのが。見てる人にあんま伝わってないですよ。キーボード俺話したんですよ。終わった後にあのワンタッチやばかったなみたいな。ちょっと浮いてんねんけど、イニエスタが触った瞬間めっちゃ綺麗なグラウンドになって。ボールに質が変わったやつね。ボールの質が変わった。あれかあれか。質変わった時だ。じゃあ俺やったわ今。結構たくさん質変わるよねイニエスタのとこ行くと。イニエスタボールの質変えがちってこと？汚いボールがすっごい綺麗になって帰ってくるでしょうよ。これ今まで言った人いないと思うよ。イニエスタってどういう人って、うまいとかいると思うけど。すごかったな、ほんまキーボーあれ。マジですごいね。あれサッカーやってる人ぐらいしか分かんないかも。テルはなんか思わなかったの？速そうじゃないって速いみたいな。速いの？前入ってる時とかやっぱ一瞬のコース取りとかもうまいっすね。テルとイニエスタどっち速い？そのコース取り前に入る1本目。いやまあそれはテルくんですね。周りがうまいっす。距離感とかタイミングめっちゃ測ってんじゃないですか。自分とボールの多分距離感がもう染みついてるんで、相手を横目で見て判断変えたり、それが他の選手と違うところなのかな。ボール見てる感じしないんですよね。自分が対峙してボール取りに行こうとしたんですけど、足元っていうかすげえ見てくるなって感じましたね。ボールじゃなくてコージもさ、インスタっぽいじゃん。コージ
コジエスタじゃん。コジエスタは見るの、人の動きを見るようにはしてますかね。見ろって結構言われましたね、ちっちゃい時から。パスするのも相手の矢印見ろとか、風間さんとかもよく言ってたんですけど、どこにこう行こうとしてるか、その逆をつけみたいな。ボールは見るの？ボールは僕結構見ないんだよね、ちっちゃい時から癖で。コジエスタやな。でも見た方がいい時は絶対あると思う。タカはキーボードとか見ないの？ジュンとか、まあ、大津はフォワードとりあえずか。唯一フォワード大津はポジションどこなの？何でも屋さんです。あの自分でも分かんない時あります、どのポジションなら唯一レオシルバ戦える男じゃなくて9番ボランチはやばかった。9番ボランチやったわ。じゃあみんなボール見てる、キーボード10本。さっきのイニエスタじゃないですけど、球の質が悪くても技術に絶対的な自信があるんで、あんまり見ないでも済むんでしょうけど、360度プレッシャーは来るんで、ボランチとかは正確に処理しないとっていう方が勝つ時もありますし、まだまだ差はあるなっていう風には感じます。ジュンは見てんすかね。気にしたことないですね。ありがとう。けどジュンってさ、自分のペースでやってない、ボールこうこねくり回す感じが。あんま考えてないですよね。逆取るの大好きじゃないですか。あ、逆取るのっていい。下向いてるけどめっちゃ見えてんじゃんお前みたいなシーン多いよ。確かに下見てんのかな。なんか下見ながらメンターも上に上げていってみたいな感じがある。いや、すげえな。新しい。下見ながらメンターも。キーボードできひんもんな。横ってすごいからね、縦は全然。じゃあちょっとケイタ閉めて。確かに。もう閉めて。じゃあ。締めたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。